ワーウは南スーダン西部の都市、バハルアルガザール地方のワーウ州の州都である。2014年の人口は232,910人。標高は438メートル。住民は臨化人が多い。19世紀に奴隷貿易の基地として建設され、やがてエジプトのこの地方での行政の中心地となっていった。1956年以降のスーダン時代は、 首都ハルツームに次ぐ規模の都市であった。1961年、開港ポートスーダンと結ぶスーダン鉄道の路線が延伸し、終着駅ができた結果、付近の物資の集散地となり発展した。1983年から2005年の第二次、スーダン内戦時は、北部政府軍の基地が置かれ、南部のスーダン人民解放軍と激戦を繰り返したため、 鉄道橋が破壊され交通が麻痺したもの、ワーウには付近から多数の難民が流れ込んできた。1998年の春には近郊で激戦が繰り広げられた。2007年の春にも軍事衝突があり、数百人が死亡した。アレック・ウェックル・ルオルデン、布施・ユーヒト氏、三浦・秀行、日報隠蔽南スーダンで自衛隊は何を見たのか、集英社、2018年。 ISBN 978から4から08から78万1652から5スーダン鉄道ありがとうございます。